こちら国立兵器研究所です。はいはい、それはもう重々承知しております。わかりました。それではお宅の警備を強化させていただくように次の部会で検討させて。いえいえ、そういう意図はございません。何分手続きというものがありまして。はいはい、わかりました。今後ともよろしくお願いいたします。失礼いたします。またあのカーリーとかいうおばあさんですか。ああ、まったくあのボケ老人が。所長、そんなこと言うもんじゃないですよ。確かに彼らは英雄さ。だけどそんな昔の話を今さら持ち出されてもな。英雄？英雄だったんですか、あのおばあさんが。知らないのか。あのばあさん、十字軍で最後のレッドアイを討伐した隊長だったんだよ。旦那さんも十字軍で活躍した人だしな。それじゃあ本当に英雄だったんですね。まあね、レッドアイを討伐した時に国から出た報奨金をうまく運用したか何かで金持ちになり、今ではいろんな軍事関係の組織に金を出してパトロンみたいになっているんだがな。6号事故でヤバいことになったこの研究所が生き残っているのもあのばあさんたちの支援がでかいんだ。それじゃあ恩人じゃないですか。だがこんな兵器研究に金を出すなんてどういうことだろうな。また戦争でもやろうってのかね、あのおばあさんは。研究員さん。ああ、どうしたの。今日新しい曲ができたんです。最初に研究員さんに聞いてもらいたくて。今お時間ありますか。今はちょっと手が離せないから30分後くらいでどうかしら。ピアノの部屋に行くわ。わかりました。じゃあ待ってますね。絶対来てくださいね。7号か。所長、彼にはエミールというちゃんとした名前があります。そうだな。エミールは暴走した6号事故の拡大を防いでくれた恩人だからな。エミールの石化能力がなかったらこの区画一帯が根こそぎ消えていたって話だ。ええ、その代わり彼の目はもう二度と世界を見ることができなくなってしまいましたけど。しかしすごいな、目隠ししてあれだけ動けるなんて。はい、音の反響とか空気の動きで障害物がわかるみたいです。さすがだな、まさに化け物。所長。あ、すまん。あの子は何も悪いことしてないんだから。ひどいのはあの子たちを実験材料にしている私たちの方。え、事故発弾？なんでここが応援を出す必要があるんですか。もしもし、聞こえますか。なんですかね。まさか輸送中に事故が。輸送って何ですか所長。